S 字カーブの上に頭部が乗っかってる状態っていうのは、私たち歯科で言うと ODC チャンネル。こんにちは、予防歯科大月デンタルケアチャンネル歯科衛生士の白柳です。今日は姿勢についてお話をしていきたいと思います。皆さん、自分のお子さんで姿勢が悪いなって思うことありませんか？うちは9歳の子供と5歳の子供と3歳の子供がいるんですけども、ゲームしてる時とかテレビ見てる時、一番はご飯食べてる時ですね。もう姿勢が悪くって、ほんと毎日背中伸ばしなさいとか足をつきなさいとか、ゲーム見てるとこいつも下見てるので、ちゃんと座椅子にね、体まっすぐにして座りなさいとか、もう毎日毎日姿勢のことって注意をしてしまっているんですけども、子どもの姿勢の悪さってちょっと目につきますよね。でどうしてじゃあ姿勢が悪いといけないのかっていうところのお話をしたいと思います。ではこれ、ゴリラくんです。この子の姿勢皆さんどうでしょう？まあ、いわゆる猫背って言われる姿勢ですね。でこれがなんでいけないのかっていうと、猫背になっていると、ここ頭が前にグッと来てしまっているので呼吸がしにくくなります。そうすると子どもの場合呼吸しにくくなってしまうので、体に栄養が回るのがちょっと遅くなってしまいます。あとは内臓がギュッとこう潰されてしまうので、腸だったりに対する負担があって、体の内臓の不調というところにもつながってきます。呼吸がしにくいっていうことが起きると、どうしても口呼吸になってしまっていて、口が開いちゃうので脳に空気が通りにくくなって酸素不足になってしまうと、少し頭がボーっとしたりしてイライラするっていうようなことにも出てきます。もう大人だと肩こりだったりとか腰が痛いっていうのも出てくると思いますけど、まあ、そんな体の不調っていうのが出やすいのが姿勢です。じゃあ姿勢が良い状態っていうのは、結局このお腹の腹筋と背中の背骨あたりの筋肉、あとはお尻の筋肉、こういう骨盤周りの筋肉っていうのが姿勢を正すためにはとっても大事な筋肉なんですけど、まあ、これは子供が歩き出した1歳ぐらいからすごく大事にされる筋肉ですね。でここの筋肉を鍛えていくっていうのが大事な姿勢を正すことにつながってくるんですけども、子供でいうと5歳から12歳がゴールデンエイジと言われていて、運動能力だったりとか運動神経とかいうのがこうぐーんと伸びる時期なんですね。習い事なんかもこの時期が一番いいって言われてる時期ですけども、この時にしっかりとした姿勢の腹筋だったりのこう筋肉っていうのを獲得していくと、大人になってもその筋肉ってしっかりと使えるようになってきますので、小学生の間に体作りっていうのをとても意識していくといいと思います。はい、でじゃあなんで歯科衛生士の私がこんな姿勢のことを話しているかっていうと、実は姿勢がいい人っていうのは首ないですね、ゴリラくんね。ここ背骨にしっかりと首が S 字カーブでついていて、その上に頭、頭部が乗っかっている状態、これを姿勢がいい状態っていう風に言います。例えば猫背の人ってこうやってね、頭が前に来たりしますよね。この S 字カーブの上に頭部が乗っかっている状態っていうのは、私たち歯科で言うと口がすごくここに影響してきます。なので姿勢が悪いと歯並びが悪くなりやすい、歯並びが悪いと虫歯歯周病になりやすい、全部つながっていくんですね。私たち歯科でも歯並びと姿勢っていうのは本当両方一緒に見ていかなきゃいけない、全身の問題っていう風になってくるので、すごく注目しているポイントです。今日は歯と姿勢も関係あるんだよっていうお話をしました。またこの動画が参考になりましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。その他、大月デンタルケアのインスタグラム、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こんにちは、予防歯科チャンネル、歯科衛生、間違えた。